はい、どうもこんにちは、ザマと申します。甘いロワイルノーツ実況続きやっていきましょうということで、まあ、前回はね、本当に、まあ、トール君が説得する回でしたよね。まあ、それもね、まあ、ユネちゃんのね、小学制度について、まあ、レナードさんにね、聞いたんだけど、まあ、なんか、まあ、小学制度あるにはあるんだけど、やっぱ条件が厳しいというかね、やっぱライゼル軍にとって、こう、利益がある形じゃないと、やっぱ無理だよっていう形になって、まあ、トール君もね、じゃあどういう風に利益が出るかみたいな感じでね、こう、いろいろね、言ってたんだけど、やっぱ頭がいいだけじゃね、やっぱダメで、やっぱスポーツみたいなところでね、なんかトール君がこう切り出して、スポーツ留学みたいな感じで、こう、奨学金出すのはどうだみたいなね。やっぱライゼル軍そんなスポーツ盛んじゃないからね。でね、まあちょっとユネちゃんをね、めちゃゴリ押ししてたんですけどね、奇弁みたいな感じでね。言ってたんだけど、まあ奇弁だが素晴らしいみたいなね。レナードさんもちょっと納得してくれて、まあ請願は受け取ると。ただやっぱりね、議会でこう承認してもらうには、ある程度のね、結果を残さないとダメだよというところで、そこはね、ユネちゃんの、まあ、その、ユネちゃん次第というか、ユネちゃんの動き次第ということになってきましたよね。ということで、まあ、トール君は、これから、ユネちゃんにね、こうアプローチかけていくんでしょうかね。はい。じゃあ、続き見ていきましょうか。ちょっと長くなっちゃったな。もう前回すごい、あれだったからな。絶戦だったからな。行きましょう。嘘をついてしまった。まあ、そうなんだよな。もうね、奇弁祭りだったもんな。いや、嘘というわけじゃない。まあ、その、まだ今は嘘じゃないけどっていう感じだよね。あの答えも本心だし、他の子であったとしても同じぐらい努力をしたと思う。あ、そっち？そっち？なんか、まあ、そのね、他の子でも努力はするみたいなこと言ってたけど、そっちが何嘘をついたの？それ嘘なの？ただ僕の心にはもう一つ答えがある。なるほどね。そっちの本心の方は隠したと。やっぱ個人的なね、思いというかね。あの時、鼓動を打たせた気持ち。他の子が同じ状況になっても僕はここまでしただろうか。きっと説得はしただろう。僕にできることなら努力を尽くしただろう。でも、あんな見苦しくて自分でも驚くぐらい子供っぽい反応をしてしまった。あの時のやりとり。過去を払拭したい、という気持ちだけじゃない。もっと別の気持ちが僕の心を揺さぶったんだ。もう、ね。もうねっていう離れたくないって先生はどうしてその天桐ユネさんのために頑張られるんですかそうなんだよな絶対俺も前回も言ったけど俺絶対先にそれ聞くもんそんな頑張るってなるもんな先生だとしてもな彼女のそばにいてあげたいいや違う僕が彼女のそばにいたいんだ僕の中で彼女は他の教え子と違ってしまっている。もう自分をごまかし続けることもできないぐらい僕の気持ちは膨れ上がっていることを自覚してしまった。な、あんな奇弁をな、こうなんかデカデカとするぐらいね。どうなっちゃうんでしょうか。それじゃあ、行ってきます。わふん、行ってらっしゃいどうしたんですか、まさきさん。わふーんつって。よろしくお願いするのです、お兄ちゃん。うん。わかってる。それから、お弁当を用意したので、お腹が空いた時にでも食べてくださいです。ありがとう、愛理ちゃん。先生、お見舞いを用意したんだけど、やっぱり邪魔になるかな。この島の花を集めてみたのですが、お預けしてよろしいですか？食べ物だと食べられない可能性もあると思ったからてかフランちゃんもなんか地味にいるっていうねまあまあまあそばね平気だよちゃんと届けるありがとう先生気をつけてな今日中か遅くとも明日には戻ると思いますすみませんがみんなのことをよろしくお願いしますおうといってもジョーちゃんたちはしっかりしてる俺っちが面倒を見るまでもねえさ。まあ確かにな。確かに、そうかもしれませんね。そうして僕は、みんなに見送られてライゼル軍を後にして、久々に地上に戻ることとなった。天桐さんを迎えに行くために。まあな。よし。気合を入れていくぞ。さあ、どうなるんでしょうかね。お今日も問題なさそうですね。もう少ししたら退院できますから。おとなしくしていてくださいね。おお、なんか、日本の、あれなのかな？ベッドなのかな？これは、こっちの、なんというか、病室というか。
いやーなんかあれだよね。まあ応援さんの時はさ、なんかこういう背景なかったけどさ、ね、まあ一応ね、まあ病気になったって感じだったけど、なんか新鮮ですね。行きましょうか。はい、ご苦労様です。おお、よかった、順調に回復してるみたいですね。すぐに退院できると最初から思っていたんだよ。だからめぐみさんにゆねには伝えなくていいと私は言ったのだけれどね。何を言っているんですか。お母さんが連絡をくれたからよかったものの、心配したんですから。まあな、心配はするよな。いやはや、面目ない。ところでめぐみさんは。お母さんでしたらさっき電話をしてくると言っていましたが。そうですか。ところでゆね、そろそろ島に戻った方がよくありませんか。授業を休み続けると後が大変になりますよ。お、まあ親はね、やっぱり行ってほしいっていうのがあるんだろうな。それは、その、実はそのことでお父さんとお母さんに相談がありまして。うん、相談？どうやらユネはせっかくした留学を取りやめてこっちに戻ってきたいそうよ。お、めぐみさんじゃん。お母さん？お母さんも。電話を終えたであろうお母さんが部屋に入るなり、そんなことを口にしました。まだ言ってないのに、どうしてそれを。もちろん教えてもらったから。めぐみさん、それは一体どういう意味ですか。お、だからそのままの意味よ。この子勝手に留学をやめようとしてるの。そんな、なぜそんなことに。まさかいじめですか。違う違う、そんなんじゃなくて、ひろやさんが倒れたからうちの経済的な負担を気にしてるのよ、この子。お、ひろやさんっていうんだね。経済的だなんて、どういうことなんですゆね。どういうことなんですって、なんか子供になんか敬語ってのも面白いな。それは、いえ、それよりもどうしてお母さんがそのことを。それはもちろん話を聞いたからに決まってるでしょ。おう。まさか通るし。失礼します。え、どうして先生がここに。おお、熱い展開になってきましたね。家族がいる中でゆねちゃんのね、目の前でみたいな。おお。先生、ライゼルグでゆねを受け持ってくれてる先生よ、ひろやさん。なんか先生のさ、あのリアクションがさ、なんか驚きというより、なんだこいつみたいな感じ。みたいな感じだったけどね。はじめまして、天桐さんの担当の、あ、ミスった。天桐さんの担任の鷺の森徹と申します。はじめまして、天桐ひろやと申します。ごめんね、担当ってなんかさ、病室だからさ、なんか医者の感覚になっちゃった、ごめんなさい。改めてお世話になってます、ゆねの母親の天桐めぐみと申します。なんか天桐めぐみって絶対可愛いな。いや、顔見たことないけど。あのめぐみさん、これは一体どういうことなんですか。先生からゆねのことで連絡をもらったの。それでゆねと話がしたいって言うからここに来てもらったの。まったくバカなことを言い出して。先生、どうして来てしまわれたんですか。あの時言っただろ、だから迎えに来たよ。ちゃんと留学費用が負担にならない方法にも目処をつけてきた。そんな方法あるはずありません。あるよ、奨学金制度を利用するんだ。ライゼルグには成績とは別の面で有能だと認められれば留学生に支給してもらえる奨学金がある。学費は免除、月々の生活費も支給される予定だ。まあ贅沢はできないだろうけど、申請に関してももう話をしてある。基本的には前向きに検討してもらえそうなんだ。ここまでする先生いないで。なかなか、しかもさ、親御さんの前でだよ。親御さんの前で、俺が工面してきたっつって。大丈夫だからなっつって。いや、もうかっこよすぎだろマジで。ただこれには一つ条件がつくことになる。条件？僕は
天桐さんを優秀な走り高跳びの選手として伝えてある。だから夏の陸上の大会に出場して記録を残してもらわないといけない。具体的には決勝に残るとか。決勝ですか。なかなかブランクある選手にはきついよな。あの先生、お話の腰を折って申し訳ないのですが、娘は高跳びはもう。そうなんですけどね。いえ、ライゼルグに留学してちゃんと飛べるようになりましたよ。先日まで朝と放課後にずっと練習も続けていました。ユネ、それはその、はい、先生のおかげで。そうなんですね。そうなんですよね。機材までね、整えてもらってね。そうなんですか。ユネにそんなことが。天桐さん、正直条件が厳しいかもしれない。天桐さんが飛べないと言っていた高さを超える必要もあるだろうし、大変なことだとは思う。でも可能性があるんだから頑張ってみないかな。僕と一緒に。先生と一緒に。おお、なるほどね。同じ、なんていうか、高いハードルをね、こう一緒に乗り越えていこうっていうね。何、夫婦になりたいってことですか。これからいろんなことがあるだろうけどみたいな。そう、僕と一緒に。きっとまた先生が努力をしてくれたんですよね。私のためにたくさん頑張っていただいて。うん、いや、頑張ったというほどのことではできていないけど。でも申し訳ありません、先生。お気持ちはすごく嬉しいですが、お断りさせてください。やっぱきついのか、天桐さん。やっぱりまだ高飛びが怖い。僕はそんな風には思えなかった。むしろ僕には楽しそうに見えたのに。そうではありません。じゃあ日本が恋しくなった？違います。なら一体どうして？それはだって先生に迷惑をかけてしまいますから。これを聞いてる親御さんはどう思うんでしょうかね。どういう関係なんですかみたいな。何があったんですかみたいな。だから僕のことなら気にしなくていいんだってば。そうじゃない、そうじゃないんです。先生は分かっていないんです。なら話してくれないか。ちゃんと聞くから、天桐さんの言葉を。それともまだ僕は頼りないかな。先生が頼りないだなんて、そんなことありません。むしろ頼りになりすぎて、だからこそ先生はひどい人なんです。うん、僕がひどい？だってこんなに期待させて、でも肝心なところを完全に間違えていて、全部先生がいけないんです。そうだ、全部トールが悪い。そうだそうだ。この主人公がね、何かをこうやらかしてこう鈍感になってる時にね、全部お前が悪いってこうなすりつけるパターンですね。まさきさんの時もそうだったけどね。いや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 、まあそうだな。そうだな、何も言えねえ。天桐さん、一生懸命私のために頑張ってくれて、優しくて、いつも隣で応援してくれて。そうだ、なのに自分のこと、自分の気持ちには全然分かってくれないみたいな。もう全部トールが悪い。そんなことされたら普通は勘違いしちゃうものですよ。どういうことですか？勘違いって？迷惑というのは僕の仕事を増やしてしまうってことじゃないのか？でもさっき天桐さんは肝心なところを完全に間違えてると言った。それに勘違いしちゃいますとも。ん？勘違いって。まさかとは思うが、あ、彼女が言っているのは。お、来ましたね。ちょっと待って。それはでも、まさか、そんなことを。
天霧さん、君、いやだけど僕たちは先生と教え子、それは重々承知しているつもりです。でもそれでも、おトール君も気づいちゃったか。もうこれを見てるさ、親御さんたちほんとなんかね、あーって感じなんだろうな。どういう気分なんだろうね。私、先生のことが好きです。好きなんです。もう自分が止まらないぐらい。わー、なんか好きですの時に立ち絵がさ、パッとこっち向く感じ、すごいなんか良かったな。こんな気持ち先生を困らせる、だから迷惑をかけちゃうって言ったんです。あ、いや、それはでも、ほら、やっぱり困らせてしまいました。この状況で冗談でしたなんてオチはないだろ。まあそうだな。ってことは本気？本気で僕のことを、あの学院から離れようと思うほどに嬉しい。素直に僕は彼女の気持ちが嬉しくて胸が高鳴った。そのドクンドクンになってるからな。と同時に頭の中では赤色灯がけたたましく吠えていた。ダダ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 、すいません、ちょっと言いたかっただけ、ごめんなさい。で、僕は教師デデデデデデデ、彼女は教え子デデデデ、待って待って、ちょっと落ち着こうね。ちょっと落ち着こう。俺なんかのバグかなと思ったじゃん今。え待って、ごめん。ちょっと落ち着きます。オッケー。オッケー、よし。もう一回読みます。だって僕は教師って、で、彼女は教え子って、いや、だけど、すいません、もうちょっと笑いがもう抑えきれないです。すいません。いや、重要な場面だからな。うん。な、親御さんが見てると、この場面をな。うん。あの、めぐみさん。うん。何、ひろやさん。突然娘が留学を辞めると言い出したかと思ったら、さらに担任の先生に告白して、そうですね。修羅場っぽい雰囲気を作ったんですが。作ったんですけどね。いや、私もびっくりよ、ひろやさん。まさかゆねにこんな一面があるだなんて。ですよね。ね、親御さんね。娘が大事な父親としてはどんな反応をすべきでしょうか。わかりません。先生に恋をしてしまったというね、ことですからね。まあどういう反応していいのかわかりませんけれども。そうね。黙って見届けるしかないと思うけど。そうだね。やはりそうですか。空気は読むべきだとは思っているのですが、それはちょっと難しそうです。難しいですよね。この場面ですからね。何？この雰囲気に口を挟む勇気があるの？おっと？いえ、そうではなくて。じゃあ何って、ちょっとひろやさん、顔色が悪くなってない？ゆねが先生にみたいな。病弱だからちょっとあの気分悪くなっちゃうと、もうすぐ悪くなっちゃうみたいな。なんだかめまいが。ああ、多分血圧が上がったせいじゃないかと。あ、目の前が暗くなった。あの看護師さん、ちょっと呼んできてください。ちょっとあの看護師さん呼んできてください。ちょっと、あ、え、お父さん、すぐに看護師さんを。大丈夫ですか、お父さん。先生、うん、私はまだ結婚を許したわけでは。そうですね、まだお父さんじゃないぞ。まだお父さんとは言わせないっつ。トール君、誤算だったな。意外と余裕があるのか。あらら、退院は延期そうね、これ。あ、これお父さん頑固なパターンだ、これ。なるほど、
事情は大体飲み込めました。よかったです。つまり好きになった相手に迷惑をかけたくなくてユネは身を引こうとしたと。はい。で先生はその気持ちを知らず留学を続けさせようとしていたと。ありがとうございます。 あのねめぐみさん、そういうことになります。なんかややこしいことに。ややこしいですね。ですから私が留学をやめれば問題は簡単に解決をするんです。だからそういうわけにはいかないって。ストップ。ありがとう。ファインプレイ。少し待ってください先生。このままでは話は平行線をたどる一方です。お、まさか仲裁してくれるんですか。それはそうかもしれません。ですから先にはっきりさせるべき答えがあるんじゃないですか。告白に対する答えってことですか。先生はユネのことをどう思っていらっしゃるんです。なるほどね。お母さん何を勢いとはいえ女が告白をしたんだからそこははっきりさせるべきでしょ。そこをうやむやにしてたら話が進まないし。そうだよな、男としてな。ここはな、母親と父親がいる前ではっきりとねはっきりと言ってもらわないとな、うん、ですがあのめぐみさん、うん、その質問は今は脱線するような気が。まあそう、うん、そんな気がしますけどね俺もそんな気がしますが、まあ女性としてはこういう話に関してはやっぱりちょっとね、あの一部始終見たいところあるかもしれませんね、めぐみさんね。うん、すげえわかります。ひろやさん、ユネの気持ちをこのままチューブラリンにしてるのが正しいというの。あっおそらくカカア殿下かなこの家族ユネちゃんを頂点にしたカカア殿下かなこれ。いえ何でもありません。続けてください。正論でどうなんですか先生。それは横目で天桐さんを確認すると彼女は僕の視線から逃れるように瞳を伏せた。僕の気持ち、天桐さんの気持ち、そして教師と教え子という立場、天桐さん、はい、返事は少しだけ待ってくれないかな。それは今からユネについて考えるということですか。いえ違います。天桐さんに返事をする前に先にしなくちゃいけないことがあると思うんです。しなくちゃいけないこととは。お父さん、お母さん。いやですから先生、先生にお父さんと呼ばれる理由はないのです、うん、そうですね。でしたらその理由をください。え？あーはあ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 、そうきましたかそうきましたか。はあ、ほう。いいね。ユネさんと結婚をさせてください。結婚？行くね。結婚？結婚？結婚。そう、答えはもう出てる。僕は胸が苦しくなるぐらい天桐さんのことを好きになっているんだから。まさかそう来るとは思わなかったけどさまさかそう来ると思わなかったけど。もちろん今すぐというわけじゃありません。ですが僕もごまかしで答えているわけではありませんので、いつかの予定として。嘘です。そんなの嘘です。先生は私を傷つけたくないから嘘を。いや傷つけたくないでお父さんお母さんの前で結婚とか言わないぜ普通。嘘じゃない、本気だからこそご両親に言っておきたかったんだ。それに私たちは生徒学生ですしそれ関係ないよって言ったのユネちゃんじゃなかったっけ。それはうん分かってる。だから僕も今までずっと自分の気持ちから目をそらしていた。だけどでももう覚悟をしたんだ。全てを受け入れるし何があっても君を守る。だからこの気持ちが嘘じゃないって信じてほしい。
天霧さんに献身的なお世話をされたら、そりゃ他の子たちみたいに冷静なままではいられなくなるよ。だから勘違いなんかじゃない、僕は君のことが好きだよ天霧さん。先生、ちょっと待ってくださいでなりますよね。 Wait a minute ってなりますね。落ち着いてひろやさん、そんなに慌てたら血圧がまた上がるわよ。ああ、こんなね、病でちょっとちょっと弱って、ちょっと血圧もちょっと高くなってる中にさらにっていうね。いや、ですがめぐみさん。分かってるから、ここは私に任せて、病人はおとなしくしてなさい。わかりました。先生。はい。先生のお気持ちはわかりました。この雰囲気の中、動揺からすぐに立ち直り、血行を持ち出すということは遊びでもないんでしょう。それか人を騙すことに長けているか。そうですね詐欺師かなんかですかね。お母さん、それはさすがに失礼です。先生に人を騙して平然としていられるような弾力はありませんそれは褒め言葉じゃありません。それフォローになってませんよ天霧さん。それはフォローなのかな。まあ確かに分かりやすい性格をしてそうだから騙してないんでしょうけどまあそうですね、なんかすげえディスられてる感じがしますね。なんだか腑に落ちない評価が。とにかく僕は正直に答えています。ですが教え子と付き合うというのは世間には問題の教師として見られることも少なくないでしょう。そうですね、家族としてはやっぱり厳しいですよね。それに関しては今後どうされるおつもりですか。それは僕は学院を、教師を辞めようと思います。先生。おお、いや、それぐらいの覚悟はあるってことだな。ですがこんな時期にいきなり辞めては様々な人に迷惑がかかります。できれば区切りのいい時期まで待っていただければと思います。辞めるだなんて、そんなのいけません。いいんだよ、これで。よくありません。本当にいいんだ天霧さん。僕はね、学生時代はその後の人生を大きく左右させる時期だと思う。だから大きく成長もするし、だからこそ岐路に立つこともある。そんな時僕でも力になれたら素敵かなって思って教師に憧れていた。でしたら。違うんだ、そうじゃなかった。憧れていたのは職業としての教師じゃない、教育者なんだ。僕は天霧さんを通して大きく成長させてもらったと思う。若い学生であっても年上の社会人を成長させられる。つまりね、教育者っていうのは職業や肩書きが重要なんじゃない、本人の気持ち、志が重要なんだと思う。だからいいんだ、僕に必要なのは教師という肩書きじゃない、教育者である心だから。なるほどな、肩書きは別にしてね、まあどういう場面であってもなんか、志みたいなものが重要なんだと。今の僕に必要なのは君なんだよ天霧さんすげえなよくそこまで言うよな、あんだけうじうじしてたのにさいやーすげえわ。ごめん、格好をつけたね。僕は君がいないと寂しいんだ、好きだから。肩書きよりも君が欲しい天霧ゆねさん。しびれるね、まずとろけちゃってるもうとろけるよなこりゃな。天霧さん、賭けのことを覚えてる？負けたら一緒に島に戻る。僕は賭けに勝てたのかな、それとも負けた？さようなこと決まっています。先生の勝利です。完勝圧勝大勝利です。ありがとう。じゃあ僕と一緒に帰ってくれる？そしてこれからも一緒にいてほしい。更新した例の契約は無期限なんでしょ？改めて本契約ってことにしてもいい？いやもう契約なんてどうでもいいから僕と一緒にいてくれないかな？契約なんてもういいやな。もう私で
君じゃないとダメなんだよ。先生、よろしくお願いします。こんな笑顔見られたらな、父親としてはもうかなんかその世間体とかもね、もういいやってなっちゃうよな。なんか好きにしろってなるな。めぐみさん、めぐみさん、何、めぐみさんに任せていたらなんだかすでに話がまとまりつつあるんですが、一体どういうことですか。こういうことです。ユネはすごく嬉しそうよ。娘が大事な父親としてはどんな反応すべきかしら。そんなの決まってるだろう。胃が、胃が。ちょっと待って、あのさ、シャレにならないんで、ちょっとシャレにならないで、それ以上お父さんをあまり血圧とか上げない方がいいと思います。ガチで危なそうですね、これちょっと。相手がろくでなしのゴロつきならまだしも、自分の立場よりもユネのことを優先してくれて、誠実な人だと思うし、これから先この先生以上の男がユネの前に現れる可能性って少ない気もするのよね。そんなことはないと思いますけどね。打算的ですね、めぐみさん。打算的ですね。まあそんな打算的な人を妻に選んでしまった、まあね、ね、なんだったっけ、浩二さん。名前忘れしたよ。ね、ひろやさんか、ひろやさんもまあね、それでも選んだってことですからね。そして男に重要なのはいざという時に大切な相手を守る度量でしょ。まあ誰かさんは守られてばかりだけど、主に経済的に。言うね。いやー、もう完全カカア殿下ですねこれ。すみません、肩身が狭いな。それも惚れた弱みだからね、ひろやさん。ユネが惚れちゃったなら仕方ないでしょ。なるほどな。まあその女としてね、そのなんつうかな、気持ちがわかるじゃないけどね。うん、僕はまあ女の私がちょっとね、まあ親でもありっていうところがね、取り持ってやるっていうところだったなんでしょうかね。うん、説得というか。お、そうですね、わかりました。真面目な交際ということでしたら結婚はまだまだ先にしてほしいところですが。そうですね。お父さん、それではありがとうございます。お母さんも許していただけるんですね。おいな、結婚か。え、いや普通に反対だけど。え、あ。ちょっと待って、今の流れで。そんな、ここまで来て。どこが問題でしょうか。教師を辞めようとしているところでしょうか。おう、え、親としてはやっぱり相手に安定した職業を求めたいじゃないですか。打算的だな、そこまで。なるほどな、ちゃんと教師生活を全うしながらやってくれよってことか。めぐみさんは現実的な人ですからね。うん、先生は蓄えの方は十分と言えるほどありますか。ないですね。つい先日高飛びの機材になんかめちゃめちゃ金を払ったとは言えませんね。ありません。先生は教員免許以外の資格をお持ちですか。いきなり文字が大きくなるのやめてください。ありません。ちょっと待って、肩身がだんだん狭くなってきた。先生は教師を辞めた後就職のあてはありますか。文字がでかいんですけど、ちょっと圧力がすごいんですけど。ありません。無職で結婚を申し込まれても親としては困りますね。いくら誠実でも無職は困ります。ごもっともごもっともですね。現実を突きつけられてグーの音も出ない僕は口を閉ざすしかなかった。それに私たち親としてはユネには留学を続けてほしいと思っています。なのに先生がお辞めになっては引き裂くみたいじゃありませんか。お、ですから鷺の森先生にはこれからも教師として働いていただきたく思います。それはでもどうせあと 1,2 年もすればこの子は卒業するんです。だったらその 1,2 年は秘密を抱えて
精一杯苦しみながら暮らしてください。なるな。だから我慢してやれよってことだよな。その程度で別れるようなら、最初から長続きしなかったということでしょ。もし何かあればその時にユネを守ってくだされば結構ね、ヒロヤさん。あ、いや、私はできれば。ん？なーに、ヒロヤさん。ちょっと待って。なんかちょっとさっきが今なんかあったんですけど、ちょっと気のせいかな。いえ、なんでもありません。いや、いろいろと辛いだろうな、お父さん。うん、頑張れ。そう、なら結構。あ、このご利用士官、確かに天桐さんの母親って感じがする。それからユネ、あなたはあなたで覚悟を示しなさい。うん、覚悟とは一体どのような。先生が言ってた奨学金を勝ち取りなさい。それができなければ日本に戻ってライゼルグに行くことを禁止する。あっと、別にお金の問題じゃないわよ。ユネの学費ぐらいちゃんと貯蓄があるもの。 あるんだね。それは別れないといけないということでしょうか。そういうことでもない。それぐらいの努力もできないなら、卒業までの間距離を空けて気持ちの確認をしなさいってこと。本当に好きならそれぐらいの我慢はできるでしょ。四六時中一緒にいなきゃ潰れる気持ちなんて子供の憧れでしかないわよ。まあな。本当に好きだって言うなら私たちに本気を見せて証明しなさい。いいわね。わかりました。頑張ります。ということですので、先生、ユネをよろしくお願いいたします。なんかあのめぐみさんになんかね、好き勝手やらされたって感じがありますけどね。まあここはしゃあないな。あ、はい、こちらこそよろしくお願いします。お父さんも今後ともよろしくお願いします。お父さん。父さん。胃が、胃が痛い。ああ、誰かナースコールを。やばい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 。ちょっとめぐみさん、ちょっと本格的にやばそうです。ちょっと、いやー、すごいことになってきましたね。はい、ということで、まあね、今日はここまでにしたいなと思いますが、ちょっと長くなってしまいましたが、すごいね、いいシーンでしたね。まあ両方ともね、覚悟を決めたという感じではありましたが、まあお母さんがね、あの言うには、まあ最終的にはね、やっぱり我慢はしろと、まあその結婚は許さないと。そりゃそうだよな。うん、さすがにね、あの 1,2 年我慢できるぐらいのね、まあその覚悟がないんだったら、まあね、そのなんていうかな、まあ心の強さがないんだったら、それはもう好きじゃなかったんだと言ってるのと同じようなもんだと。それぐらいのね、ことで、あのね、別れるのであれば、なんかね、もうそんなもんだったんだっていうね、ことと、あとはまあね、ゆねちゃんの気持ちとしてもね、やっぱり、まあ、別れてね、記録を残して、そしてね、奨学金を勝ち取るぐらいのね、努力、まあ気概はね、見せなければ、やっぱりちょっとそれはね、また違うんじゃないかと。まあそこまで求めるかと思ったけどね。まあね、まあ確かになっていうところもありつつ、まあまあね、そういう感じで、それをクリアすれば、あるいはね、結ばれるんだっていうね、まあハードル、まあ、目に見えたね、目標みたいなものがね、ここで設定されたと。お母さんのおかげでね、はい、まあ、っていう感じですよね。なので、それに向かってね、二人で、ぶつかっていこうということですよね。まあちょっと長くなってしまいました。またね、なんか、ドラマみたいなね、40分くらいの長さになってしまいましたが、これからね、そういった壁に立ち向かっていくチャプターになっていくんだろうなということで、期待が持てますよね。はい、次回以降もお楽しみにしておいてください。ということで以上です。ご視聴ありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録の方ももしよければよろしくお願いいたします。あー、噛んだー。よろしくお願いいたします。それではバイバイ。だだ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 だ